はい、どうも声カスカス声カスカス、はい、どうもそんなことある？どうも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 、梶原里乃です。どうも、大島優子です。よろしくお願いします。というわけで今日は、はい、散歩でランチランチというやついや、だからやっぱり悪い癖よ、30過ぎるとあの台本も見ん二人して台本なんていらないんだよ、会ってみてああみたいな流れだけにそう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 、いけるっしょいけるっしょ、そう、散歩でランチだって。ランチするんでしょ、散歩で。違う違う違う、散歩でランチ、散歩してランチする。立ち食いの話じゃない、立ち食いの話じゃない。じゃあそう、立ち食いで思い出したけど、うん、こうランチ食べ行くやん、うん、来る時に立ち食いそば食って来るなよお腹空いてないでしょ、それ。いや、そう。さっきちっちゃい声で俺あんまお腹空いてないんだよなとか、この企画の時にお前バスだよはい、ということで、なんかあれらしいよ、あの大変なそういう飲食店を応援しようという企画らしいです。お、声出してこい。じゃあ頑張れってガチャ頑張れいろんなお店に応援だけしに行く通報されるの今回は、僕はどこでしたっけ。ここは、恵比寿。あ、恵比寿ですね。恵比寿ですね、はい、恵比寿。恵比寿と言ったら何ですか。恵比寿と言ったら、だいたい恵比寿で、ハットかぶってる男俳優説。あー、いるね、うん、だいたいハットにロングコートだからね。いるね、うん。今日若手俳優も探したい。そう、探したい探したい。もしかしたらバッタリ会うことあるかもしれない。ちょうどいい人来てほしいですね。誰、ちょうどいい、ちょうどいい、葉山すばる、ちょうどいいちょうどいいね、ちょうどいいね。だってあの人ほら事務所入ってない、フリーだから、ね、あ、ちょうどいいね、フリーだから、うん、ちょうどいいわ。すばるくん、ちょうどいいね。すばるくん探して、じゃあちょっとすばるくん探しつつ、散歩しつつやっていきますか。どうなることやら、どうなることやら、楽しみです。はい、はい、それでは早速行きたいと思います。いや、古っ古っ散歩でランチ。はい、というわけで、はい、まずはね、銀行強盗でもしますか。そうですね、ちょうどちょうどみずほで、ちょうどみずほで。財布持ってないですからね、僕ら。財布持ってない。だから強盗するか1億円当てるか、1億円当てるかこの辺なんかもう、え、恵比寿来る。いや、恵比寿は来ない。来ないよね。来ない来ない来ない。なんか稽古場ある駅しか行かなくない、俺らの行動範囲。行かない行かない。恵比寿稽古場ないもんな。ないない。でもスタジオとかは多いかも。あの、ビジュアル撮影。ある、あるでしょ。ビジュアル撮影で恵比寿はよくある。あるでしょ。何食べんだっけ。なんだっけ、ね、店の名前も分かんなくなっちゃった。どこに向かってるのか。そう、分かんないの俺ら。カメラに向かって歩いてる。そう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 。道端にオリーブの木なんてあります。あれオリーブなの。これオリーブです。オリーブ。じゃあ育てたりするじゃん。オリーブ植えてるんですよ、うち、うん、この前買って1600円ぐらいで買ったの、うん、すんげえ細いなんか枝みたいなやつ、うん、何も成長しないえ、あんなんじゃなんない、なんない、なんないの。全然な、細いまま、細いままいつ、いつぶり会うの。会うのは、うん、なんだかんだこう毎晩エーペックスゲームしてるから。そうそう、ゲームやってるから全然なんか改まってこうさ喋ることないよね。確かにそうなんだよ。だって昨日もやってたじゃん。やってた3時までね。そう、3時まで3時でシュートがもうそろそろ寝るって言ってから、そっから2時間やってるからね昔はそろそろ着くらしいよ。お、どうですか。え、いや、お店だよ。何のために歩いてんのということで、黒毛七輪さん。黒毛七輪さんお前今、輪読めなかったの。読めなかったここでランチを食べたいと思います。行きます。ということで、行ってきます。じゃあ、ここからカメラ NG です。はい、すいません。はい、食べ終わったら出てくる。はい、食べ終わったら出てくるんで、すいません。お邪魔します。お願いします。散歩でランチ。はい、着きました。着きました。いや、いい匂い。いいよ、匂いが。もうお腹空いてるもん。うん、めちゃくちゃ。でもお腹空いてきた、俺もちゃんとしっかり空いてきた、うん、空いてきた空いてきた、よかったわ。大盤振る舞いですよ。好きなだけ頼んでいい。好きなだけ。マジで、マジで。ピクルスを5 オリーブマリネを5。
ミックスナッツ8で。推しは黒毛和牛のハンバーグ。ハンバーグ。和牛ハンバーグランチ。うまそうだね。ハンバーグ2つ。2つ。まあこれは食べよう。食べようよ。バーグと2つ、コンフィ、ラタトゥーユ、キノコのリゾットをライスじゃなくて、であと小エビのピルピル、あと、ハイボール、ウーロン茶。あー食べたい。あーじゃあ和牛メンチ2。2も意外だ。1を2人で分ける。単品であるのかな。ありがとうございます。ありがとうございます。待ってました。昼間から ありがとうございます。ということで行きましたよ。じゃあお疲れ様です。食レポ得意です。いやだって食レポで今までやってきてるからね。そうだよね、うん、俺らほんと舞台上で食レポしかしてないから。そう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 。いや俳優なんてだって副業みたいな感じだから。もう俺ら役者の食レポしてるもんね。そうそう。美味しいとかうまいとかね。美味しいとかうまいだけじゃそのレベル伝わらないですから。伝わらないだし、ほら一応ほらお芝居でやっぱ言葉のさ伝えるっていうことをやっぱ商売にしてるわけだから。そうだね。そんな美味しいとかうまいとかだけそんな言葉を使わなくても伝えられますよ。使わずにいきますか。美味しいとうまいを禁止。言っちゃいけないの一言も。一個だけやっていい。俺いろんなテレビで食レポ見たりするよ。そんな食レポ一個もねえよ。まずみんなさあの食べてあ美味しい、うん、こうでって美味しいとかうまいから始まるよ。どううまいのか。そう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 。けどだからそれ言っちゃいけないでしょ。うまいと美味しいを。いいです ね。大丈夫ですか。すいません。でも若いですよね。えおいくつですか。わっかっ。そうだ料理長。料理長。俺25工事現場で働いてる。え、おいくつですか。うわ、めっちゃ楽しいじゃん。何それ。でもいい ね、高校の同級生ってなんか七人ニョロニョロ同級生みたいなサブタイトルでつけてほしい。つけてほしい。あ、すいません。あ、なんか来ましたよ。これは何ですか。ラタトゥーユ。うんうん、うまい。言うなよ。ねえ、散々話したやん。うまい、おいしいはダメって。とてうまいで。何も忘れてたわ。すごいね。うまい以外でお願いしますよ。わかりました。どうですか、あの冷たい。褒めてね。褒めてるよ。はい、コンフィ。ピルピル。ピルピル。うわ待ってたよピルピル。どんだけ。つなぎのコンフィね。うわどう、食レポだよ。どうどうどうなの。すごい。何がどうすごいの。うなぎもってさ、うん、なんかもう硬いじゃん。うん、めっちゃ柔らかい。どれぐらい柔らかいの。あのね、うん、生まれたての、うん、赤ちゃんの、うん、触ったことないけど。きたきた。うまそう。行きたいけどとりあえずピルピルプリプリって言ってだってエビなんだもん。ピルピルって何。なるほど。
うん、どう、どうなのよ、どう、プリップリよ。え、味は、味はめちゃくちゃ危ない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 の、マジで。これは危ない危ない、止まらないよ。うん、あんま脂っこくないあんま脂っこくない褒めるのが下手こういうのって分かんない、勝手なイメージだけど、うん、すげえ濃い、濃そうなイメージあるじゃない、うんうんうん、でもそんなことないよ、危ない、俺ら食レポ向いてないなハンバーグ行きましょうよ、行きましょう行きましょう。え、何、柔らかいこれ切るとき、ちょ、ま、マジで、いや、そう、すごくない、見て、いいな、うまい、いいね、きた、黒毛和牛が口の中に、うん、ビニシャスですねでしょでしょ、食べたじゃんとうわっ、すぐなくなる、ちょっとこの仕事いいな、うまっなんだろう、このコクがすごいっていうか、赤ワインかな、あ、うわすごっ、俺も言ってなかったけど、下持ってんのそっか、ここを見たんですか分かっちゃうな、こんなおしゃれな出し方します、すごい、うまいわ、ハンバーグちょっと、とんでもねえな、やってますね言い方あるやん、やっちゃってんな、言い方ある、言い方ある、入れてんな、何よ、なんか危ねえの、飛ぶやつ、飛ぶやつ、お前これ食ってみ、ぶっ飛ぶぞやめろよそれ長州力さんみたいになるからだ、なんかさ、本当にやっぱいいものって感想出ないね、うんうん、このセットについてくるさ、うん、スープ大事よな、うん、想像と違う違うどう違うの、最後まで聞いて、普通のコンソメスープを想像して、うん、ただの付け合わせのコンソメスープを想像したけど、うん、ちゃんと深いっていう意味で違うと、そう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 、よかったよかった、これはすごいぞ、なんかキノコの出汁が入ってるね、正解ですか、キノコの出汁が入ってます、入ってないよねおいだと思ったよ、あ、コロッケ、あ、ハンバーグに夢中、いや、そうなんよね、これ気になってた、あ、いろんなもの入った、ごまとか、じゃあまずそのまんま、そのまま行くじゃあそっちじゃない、こっちよ、あ、そっちね、うん、よかですか、もうね、あげてないねあげてるよ絶対上げてる、食べるこれもついてんだよ、食べればなんかもう上がってないわこれは、スープのメンチの食い方知らない、うん、そう、うん、どうやって食うの、メンチ食いしいの、まずお前ふざけるなよふざけるなよ、好きでたらこうねえ、まずそのまま食べるって話したろうよまずでいく食べてみ、本当に俺の言ってることわかるから、入れたなうわすごいね、うん、よし、これもめっちゃ美味しいよ、これうまいね、うん、
わ来たよ、うまそう、言ってたやつ、言ってたやつ、ありがとう、わざわざ優しいな、いただきます、できる女なんだよ、どこだろう言ってなかったっけ、サンポでランチこれ言いたくなるね、うん、でも言っちゃいけないんだもん、うん、マジでうまい、どれもこれもって言ってるやん、言ってないルール無視、うまいなんて言ってない、うん、まいの、だからじゃあうまいに変わる言葉を作ればいいんだよ、エモいはいカメラ回しました、違う違う、やめろそれはい、ということで全部食べましたね、綺麗に綺麗に食べました、すげえ、俺もう蕎麦食ってきてんのに全部食っちゃいましたよ、すごいよね、お今何割腹の中15 はい、ということでここからじゃあこれを作った方にね、はい、インタビューしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあちょっと早速料理のことを聞いてみますか、そうですね、じゃあこのお店のコンセプトは、あ、はい、そのコンセプトはお店の名前にある通り黒毛和牛、はい、黒毛シリーってお店なんですけど黒毛和牛を使ってることにこだわってて、でその仕入れとかもこだわってまして、恵比寿にある、まあ地域貢献しようと思って近くにある恵比寿のお肉屋さんを使ったり、なるべくいいお肉をできるだけ多くのお客様に召し上がっていただきたくて、なるべくあの価格をギリギリまで抑えてあのご提供してますので、肉素人なんですけど、はい、あの黒毛和牛と他の毛和牛、はい、何が違うんだあでも黒毛和牛はあの脂身が美味しいってことで結構あのだからあんな柔らかいのか、ね、肉汁もいっぱい出て、はい、でもそんな油の感じ全然知るのか、そうですね、もうこの年できついじゃない、きついよこの年でカルビはきつい、全然いけたもんね、うん、A5 ランクなんでしょ、そうですね、 A5 ランクの中でもその中にもランクがあって、その中の一番上に近いものを使ってます、ってことはおすすめメニューはやっぱりそうですね、その黒毛和牛を使ったハンバーグとハンバーグメンチ、あーもう、はい、もう食べましたけど本当に美味しかったから、はい、がやっぱりおすすめです、そうですね、はい、そうで ね、 ねここでせっかくこう散歩でランチとこう、はい、コラボさせていただいたってことで、はい、一個お願い、あ、はい、そう、あのなんかサービス的な、後であの散歩でランチのプロデューサーにが全部お金払うのであ、なんで多分これ見てきていただく人はハンバーグとかメンチ、和牛メンチ頼まれると思うんで、はい、頼まない鶏メンチをサービスさせていただきます。え、1個？そうですね。半にしよう。牛じゃなくて鶏にはなっちゃうんですけど、いや、1個サービスさせていただきます。1個はいいんですか？逆に。大丈夫です。すごい。ありがとうございます。じゃあ鶏メンチ好き。ぜひ ね、それ来た人はじゃああの合言葉的なものをね決めなきゃいけない、はい。決めなきゃいけない。さっきあの軽く2人で話してて、同級生。あ、はい、っていうのがやっぱあるから、はい、同級生っていうのが合言葉にするか、はい、あの赤ちゃんのまあ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 パワーワードだったけど今その2のどっちかでもやってるんですけど、でも俺新しい案もあるの、何ここの店になさそうな商品名を普通に頼む、いやでもここは同級生でいいんじゃない、やっぱ2人のやっぱさあれもあるし、じゃあ同級生かな、同級生、はい、鶏メンチの方を、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ということで、あ、そうか、でこの配信が始まってから2週間、うん、はい、2週間もいいんですか、いいんですか、鳥いなくなりますよ多分取れますじゃんすぐ行けますすぐ行けますはい、ということでじゃあありがとうございました松田さんありがとうございました、はい、でもね、もう本当に美味しかったですから、本当に美味しかった、ハンバーグとかね、あと、まあ、僕はもう特にハンバーグかな、ハンバーグ特にちょっと経験してほしいな、いや、うん、うん、これでね、皆さんがこう来てくれて、まあ、コロナの打撃はあったかもしれませんけど、うん、ここでね、なんとかまた元気を取り戻していただけたらな、そうですね、お待ちください、皆さんね、必ず来るように、サンポでランチ来たものだったからそう、それではいきます。はい。5秒です。5秒前です。4、3。食べれやな。いや、ずっと俺、怒り限度。俺も思ってたよ。い
やっぱ公開してたからエヴァンゲリオンが、うん、こうなるとそう思ってた、ね、そう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 、というわけで散歩でランチ、YouTube 編はここまでということで、この後 DVD 版の方の撮影が、まあ、続くんですけども、はい、YouTube 版の方はここまでというわけで、だからねもう続きの散歩は多分すごいことになると思いますね。こっからまたちょっと食べ歩きですから、ということで、じゃあ歩きながら何をするか決めていきたいと思います。ということで、レッツゴーレッツゴー。5枚ぐらいで、いや、そんな買う？1000円、1000円分、うん、だからせっかくだからこのなんか買おうよ。生食パンも有名だし、卵サンド14000円、うん、ちょっとどうするって言うね、どうするの？うわぁ5分を嘘だろはい、ということで、なので DVD をね、お楽しみにということで、はい、それでは皆様ありがとうございました、はい、私ジェシカ・アルバと、ジャイアント・シューガでしたありがとうございましたむずいてジェシカ・アルバは一瞬誰ってなったもん陸上選手だっけあれ